どうもこんにちは、アロハチャンネルです。仮面ライダーエグゼイドのハッピーセット買ってきました。以前ねマクドナルドのねホームページで何が発売するっていうのは紹介しましたけど、それを実際に買ってきました。で今回全部で8種類で何が入っているのかはお楽しみということで、まあランダムなんですけれども、今回まあ8個コンプリートを目指して8セット買ってきました。なのでねもう本当に家の中がマックナゲットとかチーズバーガーでいっぱいなんですけど、それは後で食べたいと思います。では早速ね開封していきたいと思います。結構ねコメントをいただいた時には仮面ライダーレーザー人気だったので、レーザーねぜひ当てたいなと思います。結構ね最近ハッピーセットかなりクオリティが上がっているのでめちゃくちゃ楽しい。おーブレイブですね。嬉しい。ブレイブかっこ。ここのね、ソード部分はプラスチックがついていて、まあ傷つかないようになってますね。こんな感じです。ちょっと目が離れているような印象は受けますけど、ここら辺も綺麗に塗装されていますし、なんかすごいですよね。これでハッピーセットの付録っていうのが素晴らしいなと思います。で、ここにさらにシールを貼っていくので、より完成度上がってくるかなと思います。で、まあ、シールを貼るのと動作の確認は動画の最後にしたいと思うので、まずね開封を先に進めていきたいと思います。では2つ目いきます。うわーショック、仮面ライダーブレイブ2回目というか2発目で被るっていうのはかなりショックですが、気を取り直していきたいと思います。これでコンプリートの夢が絶たれてしまったんですが、こういう時こそねグッドボタンを押していただけるとありがたいです。それでは3つ目に進みたいと思います。3つ目、とあースナイプ嬉しい。これ飛ぶやつですよね。ピュンとここにはめて飛ばすやつ、あ嬉しい。これも後でシール貼ります。3つ目が終わって次が4つ目。これでスナイプは来ないでほしい。エグゼイド欲しいですね。と、え、スナイプ、え、スナイプ。2つ、4つ中2つかぶりました。こういう時こそ、グッドをいただけると嬉しいです。励ましの意味で。では、5つ目、あ、触った感じはね、多分違うやつです。レーザーじゃない、エグゼイドレベル1かな。おー、かわいい。いいですね、エグゼイドレベル1。わあ、かわいい。これで癒されようかなと思いますね。はい、6つ目ですね。お、これも違う。いきますと、おお、これは決め技スロットホルダーですね。で、あ、光るやつ。これちょっと確認したかったんですよね。光るガシャットもついてるということで、後で見たいと思います。では7個目、レーザー来てほしいけども触ったら細いから、これはエグゼイド来てほしいですね。エグゼイドが来る気がする。エグゼ、ブレイブ、ブレイブがねまさかの3つっていうことで、ちょっと本当にマクドナルドさん、お、触ってね、大体わかるんですけど、ちょっともう最後はパッと出したいと思います。エグゼイドレベル2。嬉しいんですが、仮面ライダーレーザーがね、出なかったのがすごいショック。もう一回ね、チャレンジしようかなと思います。それではシールを貼って、それぞれ動作の確認をしていきたいと思います。気になるのがね、光るガシャットがどんな感じなのかも気になるんで、ちょっと見ていきたいと思います。はい、シールを貼るのが完了しました。結構シールの量は多かったですね。で、ブレイブに関しては3つ被ってしまったんですけど、とりあえず1つだけシールを貼りました。で、シールはこれぐらいあるので、まあ意外と多かったです。で、貼るとやっぱりね印象が全然違うくて、これが貼っていないバージョンなのでかなり良くなりますよね。で、今回は3体ゲット、もう嬉しいですね。もはやゲットできたので、こんな感じでね分身のアイテムを使った時みたいな状態を再現することができますね。これはこれでいいかも。で、遊び方なんですけど、もう基本的にねどれもベルトを押すっていうことで、
こう押すと動く。結構動き幅はね低いですけど、ペシペシペシっていう感じなんですけど、でソードの向きもなんかここで切ってる感じではなく、ちょっとこう前でね撫でてるみたいな感じにはなるんですけど、面白いですよね。なかなか可愛いし、子供はすごくこれで楽しめるかなと思います。でね、まあ動かして遊ぶのもありますけど、見た目がかっこいいんで、こうやってね飾るっていうのもすごくそれだけでいいですよね。はい、仮面ライダースナイプはこんな感じで、これもシールを貼っていない状態と比較するとかなり差がありますね。ブレイブの時よりもやっぱりシール貼ることでの差は大きいですね。でこういう決め技スロットホルダーもすごく綺麗にシールを貼ることができて、後ろはこんな感じですね。あ、さっきブレイブ後ろ見てなかったんですけど、ブレイブの後ろはこんな感じ、ここら辺にシールを貼る感じで、スナイプもシールを貼るとすごくいい感じになりますね。でスナイプの遊び方は結構ハッピーセットで、まあ、よくあるといったあれですけど、この刺して発射させるタイプですね。でこのここのね、エフェクトパーツになるのかな、エフェクトパーツの部分もすごい綺麗な、クリアパーツ使われていて、こういうね発射されてるエネルギー弾じゃないですけど、ビームのような形で作られていますね。で、首は、あ、首も動く、これめっちゃいいですね。首も動くのでちゃんとこう狙いを定めた方向を向けると、あ、これすごいいいと思います。で発射の方法はこの赤いボタンを押すと出ます。おお、結構威力があるように思います。ハッピーセットのねマクドナルドの CM ではかなりふわっとした感じの印象を受けたんですけど、ちょっとバウンドしましたけど、ちょっと上を向けて打つと結構ねスピードも速いですし、まあ、落下するのちょっと速いですが、スピードがかなりあって結構楽しめるんじゃないかなと思います。もうね画面から消えるぐらい飛ぶんで結構素晴らしいですよね。綺麗ですし、いい、これはいいですね。でこれが仮面ライダーエグゼイドレベル2ですね。これもめっちゃ当てたかったので最後に出てよかったです。でちょっとねハッピーセット系は目がなんかちょっと違うかな、ちょっと離れてるかなっていう印象は受けるんですけど、まあ、全体的な完成度としては結構高いかなと思います。でこれもベルトをこう動かすとペシペシペシという感じで、ブレイブの剣よりは少し可動範囲が広いかなというところですね。でこっちの腕は動かないと思いきや、お、ぐるっとここは回りますね。ちょっと他の可動する場所の確認もしておきたいですね。これ首は動かないですし、腰も動かないのでここだけ回りますね。で先ほどのブレイブは、あ、こっち腕回りますし、首は回らない、腰は回らないですね。でスナイプは首は確認しましたが、ここの下は回らなくて腕は回るようになってますね。結構可動域すごいですね、素晴らしい。これはちょっと微妙かもですけど、やっぱこう上げた状態で首はこっち向けて発射するのがかっこよさそうです。でエグゼイドのレベル1、これもね、可愛くて、これ一番動き的には好きですけど、いい感じですね。で、これは被らなかったのでシールを貼る前との比較はできないんですが、ここら辺もシールですし、シールを貼ることでかなり完成度はアップしていますね。レベル1とレベル2は揃えたいところかなと思います。で今回レベル1に関してはエグゼイドのみの発売で、あと今回ちょっと当たらなかったんですけど、レーザーはレベル1とレベル2の変化ができるということでね、レーザーちょっとまたリベンジしたいなと思います。で最後ですね、最後がこれが気になっていた、決め技ガシャット、あ、スロットホルダーですね。これめっちゃ気になってたんですけど、もうそもそものこの完成度すごいですよね。めっちゃ綺麗に作られていますし、結構手のひらサイズじゃないですけど大きいサイズもあります。でガシャットがこれで、ここのシールとかもねすごいそのままというか、これが通常のデラックス版のガシャットで比較するとこんな感じで、完成度高いのが分かりますよね。これがハッピーセットで手に入るっていうのはすごいなと思います。でこれが実際光るっていうことなんですけど、まあ、こっちのねデラックス版はこんな感じの光、ちょっと明るいのであれですけど、
ちょっと光ってますが、今回これを光るっていうのはまずここにスイッチがついていて、これを上にオンにします。でオンにするともう光ってはいるんですよね。でどういうことなのかなと思ったんですけど、これ今消えたの分かりますかね。オンにしても一回、消えると。ここで光っているんですけど時間が来ると消える。で消えた後でこのフォルダーにセットして外すと光ってるっていうことで、動画が解説がありましたね。この基板の部分もね、今までにはあまりないような感じでシンプルにこう刻印だけというかされていて、これはこれでめちゃくちゃかっこいいと思います。でここに挿してこれを引くことで光ってるということで、これも面白いですね。今まであまり見たことない光らせ方ですね。はい、ということでね、マクドナルドのハッピーセット仮面ライダーエグゼイド8個買ってみて、5種類ゲットすることができました。でこのね、ちょっとブレイブとスナイプ被ってしまったんですけど、先ほども言ったように分身アイテムを再現したような感じになるので意外といいなと思います。全く同じポーズですしね、すごい楽しいなと思います。でこのハッピーセット、大人買い8個一気に買ったのは生まれて初めてなんですが、今後もねこのハッピーセットで多分仮面ライダーシリーズとかやると思うんで、その時はまた大人買いをして一気にレビューしたいなと思いますし、またね、すぐなくなってしまう可能性もあると思うんですけど、仮面ライダーレーザーちょっと、リベンジしてみたいなと思いますので、皆さんもぜひハッピーセット楽しんでみてください。明日からまたキャンペーンでね、特別なシールがもらえるっていうのもあると思うので、明日買うのもありだと思います。ということで、今回もありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。コメントもぜひお待ちしておりますので、どしどしコメントしてください。またね、返信のリクエストとかも受け付けてますので、名前を表示させてほしい場合は、名前入れてくださいという言葉を添えて、リクエストをコメント欄から書いてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アロハ。